また映る。はい、そういうわけで中散歩始まりますよ。ことから始めよう。今日ね、巣鴨に来てますね。10年前ぐらいに1回来たことがあります。10年前来たことあるの？はい。これ今どの辺？場所わかる？今メインストリートに行こうとしてます。国道17号。うん、知らない。ここメインストリートじゃない？うん、違う。本当？本当。嘘。また嘘ついてる。違うよ。メインストリートに行くんだよこれから。本当に？こっちでいいの？うん、こっちでいい。それは素晴らしい。だって真夏はね、さすがミスト効かなくなっちゃうけど、これぐらい今日ぐらいの天気だったら結構涼しいね。あ、90代の方 90% オフだって。あ、俺 50% オフだ。50% オフ。50% オフ。あ、茶花賞だ。ああ、あったね。美味しかったよ。美味しかった。下北にもあるタピオカ屋さん。茶花賞です。ここはあれですね。巣鴨店。入り口なんですけど、結構いいお店あります。大阪っぽいんだ。大阪やプラザ。なるほど。そうね、確かに柄がね、大阪っぽいですね。坂の字が違うよ。全然関係ないかも。関係ないかも。でもいいお店。いいお店。猫耳売ってますよ。猫屋です。ある意味猫屋です。猫屋。猫耳売ってます。マグロ丼。マグロ丼。美味しそうだ。美味しそう。あ、塩大福の隣、これが赤い店じゃない。これそう、これ本物？わかんない。もっと赤い店まだあると思う。メルペイ通り。メルペイ通り。さすがだね。何メルペイ？みんなメルペイやるんだよ。メルペイって何？ペイペイみたいなのメルペイ。メルカリね。メルカリでメガネ買ったよ。買ったの？うん。メルカリ使ってんの？初めて。楽しいな。蜂蜜屋さん。健康に良さそうな。うなぎ屋さん。いいね。いいね。やつめ屋だって。やつめうなぎかな。焦げ抜き地蔵。ああ、本当だ。本堂入り口。これ何寺とか。何寺？焦げ抜き地蔵村じゃないの？違うのか。高岩寺なんて読むんだろう。高岩寺かな。なんかうまそうだよ。ペイペイ使えるよ。本当だ。美味しそうだ。混んでます。超混んでるね。並んでます。常盤食堂。常盤食堂人気だね。気になるね。エビフライ。安いね。エビフライ830円。なんだろう、気になる。なんか美味しそう。ね。全然来たことないから。いいね。上野とかさ。上野だとさ、道もっと狭いから歩きにくいじゃん。浅草に近いのかな。乗りこれ？若パンツ館、これだ。ここもそう。若パンツ屋さん。ここもそうだけど。こっちがメインだ。すごい、これ全部。すごい。若パンツ館。若パンツもあるし。これが買いたいです。これがあの有名な話題なマルジ。あ、これ同じ店だ。あ、そうだね。この店の赤パンツ缶なんだ。ほらマルジ。あ、マルジすごいね。マルジ安いの。安いよ。マルジ安いの。安い。ちょっと値段見ながら。スポーツウェア上下599円とかだったよ今。本当。ここもなんか激レアな。激レア。マスヤ。おもちゃ屋さんだね。メロンパンとやミュージ君。メロンパンの上が好きです。ミュージ君だよね。ミュージ君の奥さん。ここ何屋さん？稲毛屋だって。焼き鳥屋さん。焼き鳥だね。美味しそうだね。美味しそう。お腹空いてるから何でも美味しそう。お腹空いたよね。ごいよ。これこれすごくないこれ。すごい。おしゃれだ。アディダス。アディダスネオだよ。ねわいいよね。いいけどもっと安いの。さっきのレディース感。あ安い。これ安いお買い得じゃない。でも真っ赤の方がいいよね。うん。レイヤーパンツがあれか。一番安い。一番いいのかな。いや後で。後でじゃあ。みんな待ってる。巣鴨は税込み価格が多い。税込み価格多い。多いね。花正。花正。業務スーパー。花正こっちの方に多いね。多い。これ超安くない？女性用だけど。はいよ。あはい。あはい。ここ安い。安い。超デカパンだよ。超安い。これ安い。安いよ。デカパン。これでもそんな高くない。とにかく安いって書いてある。チチカカみたいな店なのかな。トゲ抜き水をいいですか。行ってみる。行ってみよう。行ってみよう。線香。でもあの辺に。頭良くなるかな。いやー。いくらトゲ抜き地蔵でも俺らは無理でしょここに入れるんだね。え、そうなんだ。刺すとかじゃないんだね。じゃあ投げて放り込む。はい。おりゃ。おりゃ。嘘。違うよ。これはこうす。これはこう。浴びる。ポンポンは向こうだ。すごい煙。ポン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 。あでもさ、すごいね。お線香の煙で5本ならない。すごい。そうか、トゲ抜きって痛みを抜いてくれるってこと。そうそうそう、そういうこと。知らなかった。なんだよな、糖尿は。トゲを抜いてくれる。痛風あるよ。トゲ抜き地蔵って言ってたから、お地蔵さんかと思ったら、観音様っぽい。あれじゃないんだよ。こっちなんだ。地蔵。ここ荒い観音って書いてある。うん。本当だ。これは違う。地蔵さんこっちなの。こっちだ。この奥に地蔵さんがあるの。奥のがいい。奥行く。ここあれだ。閉まってる時に。ああ。ちょっと早いんです。お参り用にほら。お参り用なのそれ。こんないっぱいあるよ。それお参り用とか関係ないでしょ。え関係あるよ。そのためっていうのもある。そうなの。絶対嘘でしょ。え、本当小銭いつもいっぱい持ってる。地蔵さんいた？いないかも。地蔵さんいなかったよね。あれだね。観音様の方がなんか今流行ってる。流行なんの痛いよってじゃあ食いそうじゃない。ご自由にお取りくださいじゃない。違う。ダメです。違います。ダメですよこれ。捕まります。あれじゃない。顎さ。ガシガシ洗ってきたもんや。あれでもみんな頭からかけてるよね。顎にこう。下からこれ手洗えばいいんじゃないの。違うこれはあれだもん。何？お清めする前に絶対洗うの。ああ洗ってないのダメじゃん。待ってる。最初に洗わなきゃダメだよ。じゃあダメじゃん。本物だ。何散歩だろう。なんか俺らが撮ろうとすると本物がいる。で本物を撮ると怒られる。大体。並べって言われた。はい。買った。塩大福。水野で塩大福。水野さん。うまい。うん。しょっぱい。しょっぱいの。食べてみ。俺でもな。本当だ。ねこれ。しょっぱいね。しょっぱい。でもあんこだな。こっち初きびだんご。あれみたい。きなこボール。ね、きなこだよ。ちょっと味比べてみる。特選とどっちが10円高いの。10円高い。特選。いくらなの大体。130円。特選140円。140円。きびだんご120円。ちょっとまろやかかも。すごい粉っぽいね。俺は粉っぽい男だ。塩強めだね。うん。さすが塩大福。パンツ買うよ。女性用の OL がありますよ。M 買う？あ、買おうかな。じゃあください。はい。500円でいいんですか？はい。安い。あ、そうなんですか。あ、いい。最高。いい買い物。しまやメリア。しまやメリアさん安いです。安い、よかったね。一番シンプル。しかも後で見せますけど、ちゃんとお地蔵さんの絵柄が入ってる。刺繍というか絵柄が入ってる。これはいい、いい買い物できました。パンツ買いました。仕方ですね。仕方です。もっと有意義な話。今有意義な話。いやこれも有意義。別にどうでもいいっす。